さあ、トリを飾るのは恩田進む恩田真理子組です。珠玉のデモンストレーションワルツをご覧ください。惜しまれつつ、そうですね、引退をしました。はい、まあ、何事もそうでしょうけど、始める時より終わる時がいかにどういう形で終わるかっていうのがやっぱり大切だと思いますね。そういう意味で恩田組は惜しまれつつ、また今後に期待されつつ、まあ、こういう日を迎えたっていうことは本当に選手 とって幸せだと思いますね。いい終わり方ということですね。はい、そう思いますね。寂しい感じがしますけど、恩田組にとりましては現役を引退しても同じ期に踊った選手たちとこれからずっと選手を育てる、そういう意味で競技会は続くわけですよね。そうですね。そうですよ。だって引退したってダンスに対する気持ちは変わらないだろうし、新しい次のステージに向かって、そうですね、これから頑張ってほしいと思いますね。会場もスタンディング、満場の拍手で2人を称えます。もう観客の皆さんの気持ちが恩田組に十分伝わっていると思います。2004年東京ボールルームダンスアカデミー、ここからのスタジオには恩田進む真理子組をお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今スペシャルデモンストレーションの、VTR ご覧いただきましたけども、いかがでしたか今ご覧になって。はい、なかなか楽しんで踊ってました。まあ、そうですか。僕としても、アカデミーはもう十何回か踊らせていただいてるんですけれども、初めて緊張とか力みを感じることなく、音楽を素直に感じてお客様にアピールできたような気がします。なるほど。やっぱりプレッシャーがないというか。その解説の中で由美子さんが本当にダンスが好きなんだなっていう感じがしましたという、はい、コメントをいただきましたけれども、真理子さんはいかがでしたか。アカデミーっていうといつもすごく緊張して曲を感じるゆとりとかなかったんですけども、今年はあんまりそういうのを意識しないで踊れたと思います。その去年の JBDF 選手権を最後に恩田組は引退されたわけなんですけども、19年のプロ生活、競技選手としてやられていたわけですけども、何かこう変わらなかった部分といいますか、これだけは変わらなかったなとか、そういうのございますか。気持ちとしてはもうあっという間で、学生ダンスで
やってきた延長がそのままあっという間に19年経ってしまったという感じですね。ダンスに明け暮れて、もうダンスを選んで幸せだと思います。今学生時代のお話出ましたけど、これは、立教大学の舞踏研究会に僕は学生時代所属してまして、はい、恒例の夏合宿のワンショットなんですけれども、ご覧になって分かるように結構その当時から老けたルックスでありましていやいや真面目な学生さんという感じですけど、本題にかけておんじさんおんじさんとか呼ばれてましたけども大学生ですね。これもそうです、学生の全日本で優勝した時です。このドレスにはすごく秘話があるとお聞きしましたけど、はい、もう学生ですからもうお金がやっぱりないわけですけれども、彼女の方もお金がありません。それでどちらかというと僕の方が立場が弱くてですねお願いして続けてもらっていた状態だったので、こう足りない分を、まあ、案里というかほぼストレートに出しなさいみたいな感じだったのでそれでアルバイトを探しまして、試合に出たい一心で頑張りました。でもマリコさん嬉しかったじゃないですか。なんか本当に出してよとは言ったんですけど出してくれると思えなかったんですごく嬉しかったです今もそのドレスは大切に。大体後輩にみんな譲っちゃうんですよ。ああそうですか、うん、まあ、そういう学生はねいろんなしきたりがあるみたいで。そして、この写真、あ、これがあのプロになって、その年に初めてあのボールムダンスアカデミーで新人賞にノミネートされた時の写真なんですけども、あの今見るとかなりあの稚拙なラインというかあのプロが見れば分かるんですけども、石原さん、由美子さんどうですか。いやいや、そのもう片鱗を感じさせる十分の写真ですね。かなり面白いです。これは、まあ、顔は笑ってますけども、本人たちとしてはもうとにかくバランスが悪くて、そうですもんね、普通スローアウェイっていうのはあの簡単なんですよ。まあ、膝も緩めてますし意外と立ちやすいところなんですけど、この時は僕転びそうな感じだったんですよね。もうガクガクしてとにかく頭の中真っ白で、まあ、19年経って、だいぶ上手くなったなとこの間思いました。そうですか。そして、まあ、海外でも活躍されて全英選手権ライジングでは、3位という成績を、ね、はい、残されてますけどもね。それがその時の写真ですね、はい、この時はあのブラックプールのフロアで、踊れて大変気持ちよかったですね。あの日本人の皆様にも応援していただきまして、はい、なかなかいい思いです。音楽組といいますとクロート好みをするダンスということで定評がありますけども、はい、石原さん、由美子さんはどういうふうにご覧になってましたか、音楽組のダンスっていうのは。やはりあのマリコさんはフロアで見るとすごくエレガントですよね、うん、どちらって、まあ、エレガントじゃないんじゃないけど、すごくあの話し合い気さくな目を持ってるじゃないですか、はい、やっぱりあの踊り手っていうのは二面性三面性持ってる人っていうのは非常にこう魅力的だと思いますよね。ですからそのマリコさんがやっぱりあの普段のと違ってフロアへ出るとパッとこう変わるのかな、やっぱりそういうのはすごく魅力的だと思いますね。その演じ分けは大したことですそうですか。その19年間を通してマリコさんは何かご自分の中でこれだけは変わらなかったなっていうのはありますか。学生の時はただこう2人で組んで動いてるっていう感じだったんですけども、プロになって男子の動きを感じて動かなければいけないっていうのを習って、それからダンスが面白いなと思ったんですけれども、ずっとなんかそれをずっと自分でやってきたんですけれども、でも今思えばもうちょっとこうラインとか気をつけてればもうちょっといい選手になったかなとか思うんですけれども一番嬉しかったことでございますか。一番嬉しかったことですか、選手として19年間の中で。取り立ててこれっていうのはあまりないんですけど、すみません、あのただ19年間一緒に、カップル解消もなくやってこれたことは嬉しいですね。今ね、これからもこのまま行きたい。変わらなかったことって言えばそうですね、あのダンスをやめたくなったとかはないですし、あの練習は苦しいですけど、あのそれから逃げたくなったようなことはなかったですね。です、まあ、当然のごとく19年間やると今最近あのカップル会社の人多いですけど、そういうことはなかったです、おかげさまで。じゃあその19年間の思いを込めてお互いにメッセージを一言ずついただいていいですか。マリコさんですか。あ、マリコさんにメッセージですか。あの基本的に僕は、はい、あのマリコさんにはあまり期待するものはないんですけども、あの
大体僕全部自分の世話自分でやりますし、まあマリコさんは、今まで通り好きなように生きていってください。なるほど。僕は別に何も止めません。放任主義でいらっしゃるんですね。はい、温かく見守るタイプです。マリコさんはじゃあメッセージを。なんかの学生の時に例えば合宿とかありますよね、はい、なんか辛い練習になると私は先輩の目を盗んでサボろうとしたタイプなんですよ。この人は結構これを何やり抜くと俺は上手くなれるんだって思ったタイプで結構真面目にやってたんで、すごいそういうところは尊敬してたんで、今もそういうところがすごくあると思うんで、いつまでも今みたいな感じで、ちょっと真面目すぎて面倒くさいところもあるんですけど、いてほしいなと思います。続けるっていうことを簡単に言われたけど、やはりそれが一番大切なことじゃないですかね。だから本当にいいダンス生活だったと思います。そうですね、これからもどんどん活躍していただきたいと思います。2004年東京ボールルームダンスアカデミースタジオのゲストには恩田進マリコミ、そして解説には石原久志さん、そして由美子さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。